グアイティオクアガイは中華料理の影響を受けたタイ料理であり、米麺と鶏肉を主な材料とする。グアイティオは米麺の胃。グアイティオクアガイのレシピは中国発祥であるものの、タイに土着する過程で鶏肉を乗せた麺料理へと変化を遂げた。グアイティオクアガイは鶏肉、イカ、レタスなどを具とし、それらの具をかき混ぜた乾麺として出されることが多い。その他にも具として、 薄切りのトマトや卵、揚げ団子、ニンニク、ネギなどが入れられることもあり、オイスターソースや醤油、魚醤で味付けされる。また、ソースプリクやチリパウダー、砂糖、辛味入りトマトソースで刺激的な味付けにされることもある。グアイティオクアガイは元来中国の鳥城を由来し、第二次世界大戦期に佳境によってタイにもたらされた。 バンコクで有名なグアイティオクアガイ専門店は、フアランポーン駅一帯のスアンマリ地区と、ヤワラート地区のバンコク都庁総合病院に近接する、プラプチャイ地区付近に集中している。トンブリーのラマ発生橋の下のバーンプラット区、一帯も専門店が多くひしめき合うことで知られている。ありがとうございます。